皆さん、こんにちは、春でございます。今日はですね、月末の体重チェックということで、ちょっと早いんですけれども、というか先月が4月の26日と6日に撮ってるんですね。で今日は25日、まあ、1日早いんですけども、これから月末になり、いろいろ仕事も忙しくなり、あとプライベートも忙しくなるので、今日撮っちゃいます。1日ぐらい違くたって変わんないよね。で、わかりますか、この顔が。これ汗です。汗、今日31の方2度ぐらいまでなりまして、めちゃめちゃ汗かいて、私汗かきなんですよ。顔とかも。でもで、まあ今さっき仕事から帰ってきたんですけども、なおかつうちのエアコンはついていません。余計この中、家の中は暑いです。ただこの暑さで汗をかくイコール、新陳代謝いいのかな、余分なものがこう出ますよね。そこの胸元とかすごい、やばいやばい見たくないって、はい、もう汗がすごいんです、分かってるから。で、まあこの汗かくのもそうですけど、あとはまあウォーキングマシーンで、私の自慢のウォーキングマシーンで、汗を流してる、春がね、これウォーキングマシーンなんですけども、まあ、よくですね、私も最初の頃、洗濯物置き場とかによくしていましたけどもね、まあ、ここにかけてるこの手すりのところ、これ手すりなんですよね、これね、手すりなんですけど、はい、こんな感じになってるんですね。まあ大体このローラーのところは、もうローラーのところに洗濯物置くようになっちゃったんじゃ、もう大体もうダメですよね。私は置いてませんけど、そんなね、せっかく買ったあのローラーですからね、洗濯物置くなんて意味わかんないし、はい、ウォーキングマシンさんに申し訳ないですよね。で、私は絶対にローラーのところなんかには絶対に置かない、はい、洋服屋さん島村じゃないんですからね、なんか陳列棚になっちゃったりね、そんなことはしません、はい、ちゃんと毎日毎日ウォーキングマシンでやってますよはい、そんな前振りからですね、このまままたノーカットで、体重チェックいきますよ。スマホの重さが 200g ありますからね、分かってますね。一回じゃあちょっとノーカットで、はい、見えますか。じゃあスイッチ入れます。汚いな、これ。どこでもいいけど、はい、入れました。乗ります。ポンポン。出た 56.4。 スマホの重さが200g あるから 56.2。 すげえ、56キロ台まであと2キロ、あ、2キロだよ、 0.200g だよね。やりました。5月の目標56キロ台、それも今度これ前半になりました。いやー、やはりこのウォーキングマシンを洗濯物置き場にしないで毎日やってるのもいいんですかいいんでしょうね。まあそういう人いますけど、まあ、私は信じられないはい、 56.2 です。驚きましたね。ということで5月の目標はクリアできました、私。で、6月はいよいよ、55キロ台に挑戦したいと思います。ちなみに私20歳ぐらいの時って男だったんですけど、普通に55キロだったんです、はい、その体重に今戻りつつありますね、はい、ちょっと嬉しいかなって感じですね、はい。それでは、この汗がほらすごいでしょ、汗すごいのが、シワの間に汗が、本当にシワの中の兵隊さんが溺れちゃったりして、まあいいや、はい。それからあんまりね、ダイエットにはこう甘いもんとかも私は食べないわ。そのこの間なんかカスラ食べてましたけど、私はもうね、そんなの麦チョコとかさ、ああいうのが一番カロリー高いんだからね。え？いや、麦チョコ、ファミリーマートの麦チョコなんて、サクサク麦チョコなんて食べないわ、そんなのね。はい、ということで、まあぶっちゃけ食べてます、カロリー内に収めてます、はい。カロリー内に収めてるとこうやって減るんですね、びっくりです。またここで批判は OK です、どんどんください、批判コメント批判コメントです、はい、はい。それでは、春の体重チェック6分も取っちゃった、ごめんね。またこの汗、うわすごい汗、わかるこの汗、これが20歳ぐらいの女の子の汗だったら皆さん興奮するでしょう。ごめんね、52で
まあいいや、はい、じゃあね、まったね、ハルでした、バイビー、ビーバー、ジャスティンビーバー、ジャスティンビーバー、じゃあね、バイ。